안녕하세요. 저는 스미레입니다. 우승하고 싶어요. 스미레 어린이 오늘 그래도 네. 정말 잘 도졌거든요. 하나, 둘, 셋, 파이팅! 앞으로 열심히 하겠습니다. 김치찌개 먹고 싶어요. 16강전 7번째 경기 준비하고 있는 두 어린이 만나보겠습니다. 대견하고 기특한 것 같아요. 그럼 어떤 대국을 두고 싶나요? 이긴 바지 두고 싶어요. 나도프로가 마이 바람이잖아. 감라상 오엔시 이보방. 이거 감성이 같아진다고 봅니다. 앞으로 열심히 하겠습니다. 김치찌개 먹고 싶어요. 映画 見に行ったりとかカラオケ行きたいです。 K-POP だと IU さんとか好きです。やっぱり韓国は全体レベルが高いですし、特に研究が進んでいる国で、本当に迷子の内容としては細かいところを結構大事にする雰囲気というか、全体的にそういう空気だと思うので、自分はそういう細かいところとか、あとは後半が足りてないので、強い先生たちが多いと思うので、これから学んでいきたいなと思います。不安は今もすごくあるんですけど、やっぱり韓国は本当に強い筆記士が多くて、相当厳しくなると思うので、本当に不安はすごいあります。最終的に女流ランキング2位ぐらいになりたいっていう、やっぱり強くなれるのは、あと5年ぐらいかなと思っているので、やっぱり、一日一日を大切にして、これまで以上に努力して、目標を達成できるように頑張りたい。Boom!